ございます。あれ言ってる大丈夫、はい、あ、OK、はいはい、おはようございます。今日は事務所でご飯、朝ご飯です。今日はね、コロッケそばでいくね。ネギもたっぷり入れてんのかな。はい、いただきます。七味も入れてね。あ、またサムネ撮ってない。いつもね、食べることに集中しててサムネ取ったりするの忘れるので怒られるんです。誰にか知らんけど。あ、うまそう。はい、いただきます。このさ、コロッケそばってさ、正しい食べ方ってどうなん。いや、そばはさ、コロッケそばなんやけど、中にあの卵も入ってるので、月見コロッケそばです。絶対こんなんさ、暗いもん昼になんか溶けたらジョブジョブになっていくやんか。これ東京で初めて、東京のあの、ご飯にはね、これね、これおすすめです。大盛り屋のあの味付け海苔ふりかけ、さすがの大盛り屋さんなので、あ、ぜひ食べてみてください。で、東京行った時にね、初めてこのコロッケそばっていう頭の悪いそんなユダがのを知ったんですけど、だってそばにさ、コロッケボンってのしたるだけやで。昼に使ったらコロッケがどうなるかとかって考えへんかったんやろかと思って、普通にコロッケとしてちゃんと食べれるのでもね、半分ぐらいまでいつも。でも東京の人ってどうしてんのかなと思って、江戸っ子は気が短いからコロッケふやけるまで残ってないんやろか。コロッケが、コロッケさっき食っちゃうんやろか。もうさ、その江戸っ子の気が短いエピソードとかよくあるやんか。アイナもさ、聞いてると江戸っ子ってどんなに気短いのよと思って、深川飯とかにしてもさ、はい、そのアサリの味噌汁を気の短い江戸っ子がご飯にぶっかけ食ったのは始まりやとかって言うやんか。別に普通に食べたらええやん。で、東京の食文化でさ、一番理解できないのが、どうした？なんか落としたぞ。まあいいか。一番理解できないのが、ラーメンライスね。いや、ラーメンライス自体は別に理解できる。ラーメンライス大好きやから。何が嫌って、関西人がお好み焼きでご飯食べたりとか、
焼きそばでご飯食べたりとかするのをバカにするやん、東京の人って。まあ堀江の偏見ですけど、バカにする割にはラーメンライス平気やねんな。一緒やん、やってること。あれの意味が全く分かりません。そのラーメンライス自体を理解できんの、どっちもで。ラーメンライスはいいくせに、関西人の食文化をバカにするのが意味がわからない。100歩譲ってね、100歩譲って、何でこんな怒ってんのか知らんけど、100歩譲ってさ、お好み焼きとご飯は他県の方には分かってもらいにくいかなと思う。それは感覚的にね、なんとなくそれは分かるんだけど、今日も安定のポン酢ふりかけさんで、それは分かんねんけど、焼きそばとご飯、ラーメンとご飯一緒やん、何が違うのよって思うね、いつも。ね、関西人は大人やからさ、お好み焼きは100歩譲ってあげるわ。その気の短い江戸っ子の方々はその辺どう思ってんのかと。を聞いてみたいです。今日はでも最後までなんとか形状を保ったまま、自我の崩壊に至らずに最後まで本当ふりかけもうまいね。これはね、長谷にやったと思う、やっぱその海苔のメーカーが作る、ふりかけ、大盛り屋さんとかね、のふりかけとか、あとその、インスタント食品で名を挙げた永谷園さんみたいなとこが作るふりかけとかは美味しい気がします。今日はこの後ね、冷蔵庫にデザートが2つも残ってるので、片っぽお昼にしようかな。またなんか甘いもんばっかり食べてとかって言われるから。こんなに見てる人が少ないチャンネルやのに、こんなんばっかり食べてとか、なんかジャンクなもん食べたとこの時だけ見てた人が、堀江はまたなんかあんなジャンクなもんばっかり食べて、毎日あんな食事してるから布団にやとかって言われるのが嫌やわ。
365日俺のあのチャンネルを見て、俺がどんなもんを普段食うてんのかちゃんと見とけっちゅうね。こっちは食うことに命かけとんやと。とりあえず食事やから言って適当なもん食うとる人間に言われたんないと。設置場所をさ、冷蔵庫のすぐ横にしたので、冷蔵庫開けるとすぐ分かるよ。つえかどうやっちゃうんでしょうけど、スイカを持ってきました。はい、待て、めっちゃうまいスイカやつからからやっぱ甘いスイカってさ、シャクシャク感がちょっと落ちると思わへん。まあ糖度上がるとどうしてもそういうことになるんやろけど、どんな果物も。すごいね、セミが。こっちさ、チェミの声聞きながらね、スイカを食べてると、夏を思い出します。子供の頃、肝心な時にむせるっていう、子供の頃の夏を思い出しますね。ちょっとずつなんかカメラ上がってきてない。大丈夫？こんなもん。はい。子供の頃にさ、いや言わん方がいいな。いやいや言わん方がいいです。子供の頃にあった不思議な話をしようと思ったんやけど、いろいろ自分のことだけじゃないいろんな問題があるので言うのをやめました。これはなんか長野かどっかのスイカでした。確か美味しいスイカらしい味。うん、今日松井かな。もう夜まで出かける用事がないので別にいいんですけど、うん、美味しかった。ごちそうさまでした。なんか昨日アナと
最後配信した後ね、お昼やったかな。どんどんこう、ディズニー公式、違う、マーベル公式やったかな。で、今後のそのディズニープラスとか、マーベル劇場作品とかの、情報が公開どんどんされていったんですけど、コミコンでね。で、シーハルクの、言ったっけ昨日その話。もう言ってないよね、ここではね。シーハルクのその、ティーザーがね、本ティーザーになるのかな、長いやつが公開されて、それ見てるともう完全に、でも、デアデビルに繋いでもしょうがないといえばあれやけど、もうでもデアデビルから今後のそのスパイダーマンの4作目、トム・ホランドがどうするかわからんけど、4作目の方に繋がっていくんであろう、作り方をしてんのかなっていう。完全そのブルース・バナー、ハルクは、もうサブキャラになりつつあって、で、なおかつ、ウォンが出てきて、ウォンが出てくるっていうことは、ね、ドクター・ストレンジの方の話とも繋がるのかっていう話やし。なんかね、前に、何の時やったかな。なんか、ウォンとか、キャプテン・マーベルとか、あと誰やったかな。なんか何人かで、通信、会議をしてる時にキャプテン・マーベルはなんやかんやややこしいことを言うてたと思うんですが、あの辺もつながったりとかすんのかなと。で最後にね、まあ顔は出てないけど明らかにデアデビルが出てきちゃってるので、まあね、法律関係の仕事をしててスーパーヒーローやっているので、おそらくデアデビルは絡んでくるんやろって話にはなってましたけど、やっぱ絡んできたね。あとはブラックパンサーの方も、もう、あれは完全にシュリが女王として王座を継ぐんかな。だからでもさ、あれ、王座を継ぐとなるとさ、力を見せなあかんわけやんか。だから力比べとかで、なんか、手上げる人間が出てきたりとかしひんのかとか、なんか女王として王座を継ぐときは、なんか例外があったりとかするのか、あと、アイアンハート、まあ多分そうなんやろな、アイアンハートが出てきてたりもするのも出てたので、アイアンハートのそのドラマの方にも繋がっていくのか、ワカンダフォーエバーの話には、行くのか、でもアイアンハートのさ、その、ガンガンって作ってるやつが、ちょっとアイアンマンのマークゼロっぽい、ちょっと鉄削り出しましたみたいなやつで、なんか楽しみやなっていう感じにはなりましたけど、もしかしてこの話昨日してる？昨日どんな話したか覚えてないかわからんわ。はい、こんな感じでちょっとこう、あとマルチバースサーガ、だからインフィニティサーガやったよ前回よね、そのフェーズ3までは。で、フェーズ4が今度のその、わかんないフォーエバーで終わって、次からフェーズ5になるんやな。だからそれがなんか、マルチバースサーガになるみたいな話になってたので、もう完全に、っていうことは、征服者か、カーン・ザ・コンカラーが、メインのヴィランで、後に、その、ドクター・ドゥームとか絡んでくるんちゃうか？マルチバースやし。っていうことは、ドクター・ドゥーム絡んできたら自動的にファンタスティック4に繋がるやんか。ファンタスティック4がなんか、フェーズ6の始まりなん？違う、フェーズ5の始まりがファンタスティック4なんか。うん、やっぱりドクター・ドゥーム出てくる、うん。で、カーンの話があって、で、まとめの話があってみたいな終わり方やったみたいなので、2025年。まではとりあえず死ねへんなっていう感じにはなってきました。多分ね、それまでになんか
事故とかで死んでしもたら、あの化けて出てきてでも映画 見るっぽいわ。ああもう今ここで終わらされてもみたいな話だわ。なので、できるだけまあね、マーベルのあの MCU の話は続いてほしいですけども、あんまり続かれるとこっちの寿命も持たへんのでっていう話で、ところでうまいこと区切りつけてほしいなと思います。はい、こんな感じでバイバイ。お腹いっぱい。